はい、なんとレース直後の試乗会ということでね。そうなんですよ。それでこの新型 4.7 リッターにスケールアップされたバンテージを初めて見たのは、レース中、LFA に乗っていて、アストの社長が乗ったグリーンのバンテージをレース中見ました。なるほど。それが初めての出会いでしたね。おピューンと抜いた時に あこれだ、あさって試乗会で乗るのはこれすごい、まあ行きというかね、シチュエーションがすごいですね、うん、はい、でニュールのそばにすごいこうガレージって言ってるけど、やっぱショールームとしか見えなかったけどね、はいはい、素晴らしいですね、はい、でちょっとねこれやっぱりアストンバンテージは鳴り物入りで出てきたんだけど、ちょっと周りがすごすぎたので、パフォーマンス的に中途半端だったんですよね。で特にベッツ氏は元ポルシェのエンジニアなので、もう打倒 GT3 というか打倒彼らに燃えちゃってるのでね。なるほどね。なんかこうパフォーマンスと言ってますけど、ただ今出てきたようにこうロードスターをかっこよく乗る、そういうねこうちょっと気の利いたおしゃれでセクシーなスポーツカーというふうに僕なんかは捉えてますね、うん、なるほど。優雅に乗りたい、ね、優雅に乗りたいね。はい、ニュール24時間レースが終わった、次の日、早速、アストンマーチン V8 バンテージのマイナーチェンジ版の試乗会に参加してます。アストンマーチンは本当にこうニュールが好きなメーカーになりましたね。もともと社長のベッツ氏が私は、まあ、ポルシェ出身のエンジニアでしたから、まあ、ニュールへの思いというのは強くあるだろうと思います、はい、そしてこの V8 バンテージ、エンジンの排気量が 4.7 リッターに、スケールアップされ、よりトルクとパワーが、向上しています。そしてこのエンジンキーですが、まあ、気がついたんですけど、DBS と同じクリスタル調のものになりました。さまざまな、細かいところで iPod が使えるとか、まあ、モダンになり、よりパフォーマンスの上がった V8 バンテージ、早くも、まあ、ビッグマイナーチェンジということでしょう、そして当然このバンテージには、ロードスターと、もう一つは、2ペダル、2種類のトランスミッションと2種類のボディ形式が、用意されています。ちょうどドイツのニュールの周りのカントリードの道の結構悪いところを走ってますから、まあ、かなり車が揺れてますが、でも乗り始めた瞬間にエンジン全体のこうトルク感が本当にこうよどみなく出てくる、まあ、そういう意味では前のバンテージは、エンジン音だけは確かに大きな音がしてましたけども、実際の加速感では国産の高性能スポーツモデルと大差ないようなパフォーマンスでしたから、ちょっと物足りなさ感というのがあったと思いますね。まあ、排気量 4.7 リッター5リッターに近づきましたから、相当なパフォーマンスです。なるほど。カントリーロ乗られてどうですかね。まあ、この辺はねこう昔から20年間ニュール通って一般道のタイヤテストもやってたから、こう本当箱根と同じぐらい自分家の庭みたいな場所なんだけど、ちょうどモーゼル川が流れていて、この時期白アスパラの季節なんだね。だからドイツがこう一番光り輝ける時なんだけどさ、まあそういう緑の美しさとこのアストンマーチンのスタイリングのね、なんか調和っていうのは本当にうっとりしましたね。でちょっとアウトバーに行けば速度無制限で270、80、まあ僕の場合は275キロぐらいまで挑戦しましたけど、まあ280キロは出る車でしたね。でクーペと、まあ、もちろんカブリオレがあるんだけど、コンパティブルがありますね、はい、でやっぱソフトトップのコンパティブルが好きですね、うん、なるほど。メルセデスの SL はハードトップなんですけど、やっぱりイギリスの、オープンカーはみんなソフトトップ、なるほど。まあ布の方が高級というね感じなんですけどね。優雅ですね。そうこのブルーの、ね、ロードスターがちょうどいいかな。でサスが2種類ありましたね、はい、スポーツサスとノーマル、はい、でかなりこれは味付けを変えてます。ーノーマルは本当に乗り心地いいです。お、というか、マイルド、あ、はい、両方とも乗り心地がいいんですよね、ただ質が違うので、まあ、引き締まったダンピングの乗り心地と、ちょっと柔らかいマイルドな乗り心地の違い、どっちもいいんですけどね。で飛ばすんだったらやっぱスポーツサスの19インチの方がいいかなと思ったけど、
でもね、僕がアストン買うんだったらとにかくこのロードスター買うね。あ、そうですか。のマニュアル買うね。マニュアルね、うん、はい、あの007のねボンドカーじゃないけど、うん、やっぱアストンも乗ってる男っていうのは、うん、もう完璧なドライビングを持ってるっていうことをね、うんうん、一つの証にしてもらいたいよね。なるほど。でそういう能力をこう奥にね、ひた隠し、普段からあんまりやんちゃな話は、あの走りはしないでね。なるほど。そういう奥ゆかしさっていうかな。いや、映像で伝わってきますよ、うん、私自身さん的に、うん、やっぱりだからこうジェームズ・ボンドになりたい人たち、うん、決まってます。ナウテのプレイボーイで